よいしょ、入ったよ。全部閉じたな、チャック OK で。あ、でも誰にやってもらった？父ちゃん。父ちゃん、かっこいいや。もう行きや、遅れる。早行ってもん。上着。もう終わり。はい、手で入れて。もう急が、みんな来てるかも。かわいい。何歳？3歳でしょ。これこういうもん。ピースして。こう、ラフがいい？さすがにおるよな。ちょっと大きくな。それ読んだ。なんやろ。よっしゃ。かっこいい、急いで。行こうか。帽子でもかぶる。はい、もう急いで時間ないから。かっこいい。こっち運ぼう。よいしょ。ちょっとちょっとちょっと。入園式。行ってきまーす。今日恐竜の入れといたから。これな。かっこいいやつ入れといたから。よっしゃ、背負って父ちゃんに持ってもらう。バイバイ、いってらっしゃい。あちゃん後で行くね。バイバイ、いってらっしゃい。これサダルでいいよな。うん、送るの重いで。重たい。頑張れ。全部入れたから重い。そうやんな。じゃあ父ちゃん持ってもらい、肩にかけて。じゃあ抱っこできんで。テッテで行くよ。テッテくん、よし、いってらっしゃい。かっこいい。いってらっしゃい。これはファブリック東京で購入しました。下デニムに変えたら普段使いできるし、この下もね、普通にパンツでセットアップを買ってみました。僕はビームスユニクロ、ほぼユニクロでタオパイパイでございます。誰が柱投げて柱の上飛んでそこから飛んでいくねん。はい、これな、どんなもんか思ったけど。パブリック東京、うん、うん。シワになれへんし、なんか500回洗ってもシワになれへんみたいな感じで書いとった。何や500回って。なんかな、メイドインなんか新潟かどっかやで、これ。あ、そうなん。パブリック東京そういうの多かって、なんか大阪とか泉州とか。ドメブラやな。え、ドメブレーメンで、ね、何言うとんねん、下のしゃべれ。あ、ほら、これ岐阜です。岐阜、メイドイン岐阜。新潟ちゃうんけ。パブリック東京はやんな、こういうフォーマル系は。うん、いいんじゃないでしょうか。なので巻きでいきたいと思います。これ上がってくるけど、こんな感じでいい、うん、締めすぎ。花粉がやばい。花粉行きましょうか。行きましょうか。やば、花粉がね。レッツゴー。はい、ではご飯食べたいと思います。何食べる。え、何でもいいけど。はいはい。これ脱いで。それサイズマジで俺より女騎士やな。俺ちょっとめっちゃタイツやねん、それ。自分で普通に買ってんけど。パチパチやん。え？パチパチやん。うん。それマジヴィンテージやです。ヴィンテージアディダスやし。サングラスかな、やっぱ。え？サングラスかな。細長の。使うから買いに行かなか。うん。どう？いいや、かわいい。6年前ぐらいからダダに誕生日でもらったスーパースターでございます。で、このスカートは私がネットでゲットしたお安いスカートでございます。で、これはダダのトラックジャケットを借りております。で、これはダダにいただいたバッグでございます。ペイの。これ4分の1よ、これ。まあ、こんな感じでいきたいと思います。ね、これ短い方が多いよな。まあ、スタイルよく見えるかも。それ、自分のもんみたいになってるけど、貸してるだけだと。これ？うん。ダダのものは私のもの、私のものは私のものでございます。読めちゃいやん。じゃあこれでいきたいと思います。今から私の念願の三沢のつけ麺に行きたいと思います。イエーイ。てか三沢三沢って言ってるんですけど、かれこれ3年4年ぶりぐらい、もっと5年ぶりぐらいに行きたいと思います。その後は映画見たいやつがあれば行きたいな、久しぶりにと思います。せっかく2人なんで。60年から70年のジャージやで、それ。トラックジャケット、ここがないもん。あ、だめだめ、胸のサインがないのはその60年代のがない。あ、なんかな、何やったっけな、ロゴがないのは。はい、行こう、お願いだ。シュガーベルの T シャツを着ております。困ったらこれ、中のインナーに困ったらも合わせていただけるというシュガーベル T シャツでございます。もう迷ったら手に取っていただいたらもう様になるという感じで。ほんまにそう。これがラルフローレン最高級ランクの。そう、よう覚えてるやん。あの、こちらはスリフトショップで掘り出したっていう感じで、パープルのラインがこんな感じで入ってるんですけども。で、キャップはインディアス革靴、今日革靴にしてみました。スニーカーやったら可愛すぎるからもっと革靴にしてみた。では今からつけ麺食べに行きます。腹減ったわ。食べる前裸みたい、味せえへん。よっしゃ、丼出てくる前にまだ溜まるわ。何言ってんの。
今日帰りスーパーも行かない。でもみんな同い年ってあんな感じなんやな。うん。何が始まってんやみたいな顔してたくない。隣の子の喋り方絶対真似してんよな、最近。あの子らもよう似た喋り方しとっ、なんでやねんとかさ。それ俺らちゃう。こっちかな。こっちやと思うけど。桜や。落ちるな。これ何の桜ソングか当てて。桜。舞い散る中に。ブブ。え？桜散り出す。思い出す、みんな一緒一緒やな。おもんな。あの後ろの子、お母さんとお父さんラブなんやろうな、泣いてた子、うん、一瞬離れるの寂しそうにしとって。え、しとったか。最後離れるの寂しそうにしとった。しとった、うん、え、かわいい。あ、なんか先生早行ってくださいみたいな感じだった。5月かユニバー行ったりたいけど。行ったりたい。え、うん、ほぼ自分の気持ちやん。どっちもやさ、ユニバー行きたいって言っとったね。ユニバー行きたいって言ってた。せやろ、父ちゃん言うといてって言ったっけど。成長スピードが早いから、3ヶ月前に行った時とまたちゃうで。もう人が少ない時ないかな。もうないんじゃん。わかんない。なんかもう人置いておく嫌いやわ。どこも行かれへん、それ。平日は空いてたくない。大阪偉いことなってる。それ、ナンバー、心斎橋見ただけやろ。え、道頓堀な。偉いことなってる。おっさん喋りすんなよ。周りおっさんしかおらんからさ。もうえらいことになってんだ、あれ。うん、えぇ、ー、とか言って。マジでおっさん。どないやったんだ、あれ。あれでもすごいな。コロナ前より絶対人多い。夜な。昼もすごいんか知らんけど。夜。てか俺この間さ、仕事で名古屋行ってんやん。うん。で、名古屋って言ったら味噌カツやん。うん。で、昼飯ちょっと美味しいの食べたいなと思って、うん、味噌カツ屋さん探しとってな、近くのあったから入ってんやんか、うん、ほんなら普通の味噌カツちゃうくてさ、うん、焼きとんかつって知らんやろ。何それ。とんかつ焼いてんねん。揚げへんと。揚げへんと薄いんやん、衣がめっちゃ。あ、めっちゃうまかったんそれ。一回行ったの、名古屋の味噌とんかつ。あれ、それはヤバトンやん。あ、そうそう、ヤバトン。昔、大昔。ヤバトンはでも大阪にもあるらしいね。普通の焼きとんかつ、めっちゃうまかったよ、マジで。肉めっちゃ柔らかくてさ。名古屋周辺住んでる方は知ってると思う。名前なんていうお店。忘れた。大阪にあるかな思って調べてんやん、焼きとんかつ。ないやろ、聞いたことない。うん。でも味噌カツってマジでご飯進むよな。うん、好き。好き。じゃあそこのな。味噌か。味噌な。ほんで、またうまかったよ、そこの味噌めっちゃ。レベル高かったんじゃん、そこ。鼻かみたい。鼻セレブ買おうよ、コンビニで。あれ、今まで食うた味噌カツで俺一番やったな。皆さんは花粉大丈夫でしょうか。結構俺、名古屋行ったら味噌カツよく売ってんねや。そんな名古屋行こう。結構行ってる。味噌カツ食べたなってきた、今。じゃあ、つけ麺やめる。鼻やばい。ティッシュ買おう。なんで積んどかんねん。じゃあ、使いすぎやん。ポケットティッシュ。そのカバンなんか入れとったよね。あの忘れたい。今行っても味せえへんねんけど。うん、おーちゃん。腹減ったわ。あそこのクレープ美味しいね。あ、クレープ食べたい今日。アメリカにくら寿司ってあるん？あんで。出してるってこと？ニューヨーク。ニューヨークじゃあどっかあんで。全然。どうしたら100円じゃないけど。中崎町行く今日。うん。いやめた。セカストとかそういう掘り出しに行きたいんやけど。そっち系なの今。今そっち系の規模なの。ディグりたい規模な。じゃあもう最近ディグるの楽しなって振りまいたらしいね、この間。そう。なんかだって東京の時楽しなってもうてたもんな。これが古着の楽しさか。言ってたな。え、古着じゃなくてもいいやろ。何でもいいよ。そういうスリフトショップ系。映画時間むずいからな。でも梅田近いけどな。晴れですわ。確かここ大阪って感じやよな。道頓堀ちゃん大阪っていう感じは。まあせやけど、ここもでもザ大阪って感じ。ここの越えたところになんかゴッチもできるやん。ビル多くてでっかい公園できるらしいね。こっちはハービス、あのライオンキングのとこね。でっかい公園できるらしいね。セントラルパーク。セントラルパークみたいなイメージらしいね。福島久しぶり。ここやね。そう、並んでんな。並んでますよ。最後にこれ言わなあかん。ジューという感じとって出た。え、美味しかった。俺も久しぶりや。梅干しつけ麺にしてみたんですけど、私は鉄板の味玉で。初めて食ったわ、梅干しつけ麺。なんか麺がさ、ツルツルやし、だしも美味しい。全然違う。全員スーツやったよな。うん。
コストコじゃなくて何だっけ、ロピアに行ってきました。よいしょ。コストコと見せかけてのロピアでございます。泣かすな。まずはグラハムロールのパン10個入りでございます。美味しそうなので購入しました。でキムチで、ブロッコリー、はい、キノコ。ロピアに行ってきて、またまた、美味しかった。イチゴを購入しました。あ、見られた、やばい、見られた、イチゴ。怪獣にイチゴ見られた、終わりや。これどっちも399だったんで。スーパーマン食べてた。399円、どっちも税抜き。こっちはあなたの、こっちは大人の。ロピアはイチゴ安い。スーパーマン、そう、今日はなんかあんまなくて、この卵しか、卵しかなかったの。この卵しかなかったのと、きゅうり、オクラで、マンゴーじゃなくて、なんだ、アボカド、レンコン、美味しそうなピーマンを買いました。たくさん入った盛りだくさんピーマン。なんかすごい美味しそうなんですけど、色も。緑々しくて。297。で、これはまた一緒の息子のシラスでございます。冷凍しとこうと思って豚肉を買いました。ちょっとどんどん入れてって。忙しい。何が忙しいの？一番暇よ。で、今日はね、なんとね、この皆さんにおすすめいただいたあのお肉がいいということで、今日は焼肉でございます。盛り合わせ。お肉の種類がすごい多かったんですけど、アップでお願いします。これを買ってみました。この焼肉を試供したいと思います。あれも買ったんですけど、今日はね、お肉をいっぱい買ってみました。タンでございます。量をそんなに食べれないということで、厚切り少量タイプにしました。これも焼肉で食べたいと思います。これはいつも買う焼肉のカレージャンです。これが一番シンプルな、入ってるやつがシンプルなんで、これをいつも買っております。豚ロースを、まあトンテキとかに使いたいと思います。おすすめいただいたアグー豚を買ってみました。で、これは最近ささみ、タンパク質頑張って取ろうかと思ってささみを購入しました。これは冷凍小分けにしてしたいと思います。で、このこないだおすすめいただいたウインナーをまたまた買いました。美味しかったです。おすすめありがとうございます。あとはなんかダダがよくわかんないですけど、ズッキーニがなんか彼好きみたいで買ってました。どうやって調理するんですか？そんなオーブン掘り込んで焼くだけや。だそうです。お願いします。お願いしますじゃん。お願いします。お願いします。じゃあいつもやっぱりで。さつまいもでーす。安倍川餅。と、ナナ。終了。チコ食べる？ブロックオーション？うん。イチゴいる？イチゴ食べない？
あ、牛脂どこ行った？タン行きます。はい、水？これは、なんだこれ？切り落としか。もも牛？これは今乾杯といきますか。え、これ。こりないから、この匠でいいんじゃん。シェアきつい。あ、そう、風邪ひいてみる。あ、ぬ、あかんで、水流したやつ。うさ。うさ。赤やもん。美味しそう。なんか色薄いし。美味しそう。こっちがおすすめってことかな。中国産って書いてる。まあ美味しいじゃん。マシそうよ。あ、お兄さんだ。いただきまーす。バーイ。牛脂、牛脂でいったろう思いますわ。今日はね、贅沢に。食べ。閉めてって。あ、これ。これ難しい。カチ。あれ。こうしたらあかんねん。それ強いね、それ。強くいかない。おー。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。マッハマッハ。なになに？リンゴ食べる？油油。これマッハ？これ国産のタン。違う。うまそう。極厚。極厚タンこれ。極厚タンこれ。できた！おぉ、ネギだ。これどうぞ。はい、といただきます。油、油がすごい、いい匂いする。なんかいただきます。あ、わかった。ちょっと待って、ホタテ。そう、俺もハチだ。あ、うん、うん、すごい美味しい。めっちゃ全然違う。マヤさんとフロさん、すごいうまっ。あ、半端なくどうです。これめっちゃうまいやん。高級焼猫店のネギシの塩タンに近いな。かわいい。これ結構量ある。あ、ちゃう。でもそこ揚げ詐欺ってる。ビクドンのお皿と一緒で詐欺ってるわこれ。あれ詐欺ちゃうで、美味しく見せるためや。あ、そういうこと。めっちゃ山盛りに見えるやんこれ。まあでも多いな。すごない。塩タン 500g。すごいすごいな、これ脂身。それ多分全部食べられてる。結構なあ、美しい。いけた。うん、うん、おいしい。脂がやばい。うん、ここ普通立派で踏んであかんで、ね、すごい。ほなリビングでできへんやんな。油だけなんで一週間ぐらい匂い取れなさそう。ちょっとこれ胃もたれすんな。食べたこか。リピなし、リピなし。これは美味しないな、あんま脂っこいだけよ。これ何さ。え、肉ないやん。肉2枚はい。もうそのままおやすみ。かわいい。じゃあ、かわいいじゃん。ハッピーモンタージュ。あたらいとき。恐竜。美味しい。うん、ロピアンのやで。ホイルええな。ジャム塗ったの、いちごの。塗る。ここパンに。ロピア北海道でないって書いてある。沖縄にもないんじゃん。あなた三年見てくれそうでね。サメ。父さんは1。すごい、卵だけ全然だな。うん、めっちゃあったで。卵好きやな。ウインナ大好き。大好き。卵とウインナどっちが好き？ウインナ。卵も好きし、うん、卵も好きし、ウインナも好きし。はい、よし。父ちゃんいいとか喧嘩したらよいよ。喧嘩したら大体父ちゃんがいい。ごめんねって言ったら許してくれねん、泣いた時。あ、じゃあやりすぎた、ごめんねって言ったら、うん、いいよって言って
で、その後もあーちゃんやりすぎたって言ってごめんねしてって言ってじゃあ一回言ってなんかあーちゃん最近怒ってごめんなみたいな言ってそれから覚えてあーちゃん怒ってごめんねって言ってって何も怒ってない時に言おうよあーちゃんやりすぎやりすぎあやりお魚とこしょこしょやりすぎたらなんか最近いきなり泣きしつこい方やりすぎまみたそうやなこしょこしょばりしたったらこうサブサンにペペトレレトレいらんおいなあ、父ちゃんもらっていいダメ父ちゃんもみんな好きやからもらっていいダメちょっと早く泣いたらダメしたけどしたけど顔悪い悪い顔してんな。なんかここ4日間ぐらいさ、夜中ってか朝方喉クワーってなんかイガイガ痛くって起きる。乾燥してんかな。これやばいよ。え、食えんの？どこで覚えたそんな。あげへんかった。あげなかった。顔やばいって。顔やばい。たまったらダメ思ったあるぞ。今日ってない。ボール遊びするって全然せへんよ。ボール準備は今一番好き。帰った。よいしょ。ファイルに入れたろ。上手やん。消防車お化け。消防車お化けなん？うん。あ、可愛くなった。うん、消防車。止まってる。本当だ。ね、止まってる。はい、今日のコーデはこんな感じです。ニットはおしゃれ番長からプレゼントでいただいたなんちゃらオンドレアンドレのニット帽とネルシャツはララにもらったビッグマックのネルシャツです。オーバーサイズで可愛くて、まあ、結構分厚めなんですけど、お、かっこいい子来た。いやー。息子はこんな感じでーす。フィッシュ。ちょっとシャツに、そんな感じで。で、このデニムもダダにプレゼントでもらった、この間 Vlog に載せた、80s 赤耳のリバイスでーす。で、これは、ダダが作ったニュースペーパーバッグでーす。こんな感じで、オールプレゼントコーデになっております。いかがでしょうか？いかがでしょうか。いいんじゃないでしょうか。今日はね、ちょっとリサイクルショップに服をね、ディグリに行ったら思うんで、この大きめのね、大きめのニュースペーパーバッグで、こう買ったら入れると。購入して入れる。袋いりませんと。そう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 。感じで、これボンボン詰めていこうかなって思っております。息子のお菓子を、お手拭きとかを入れても大丈夫な大きさでーす。ここね。ブランド。あ、これね、なんやら、ちょっと覚えられない、なんやら、オンドレかなんやら、うん。で、ダダは今日はこんな感じでございます。この間買った、レッドソックスのホワイトなホワイトホワイトソックスのナイロンスタジャンに、うん、で下はリーバイスのデニムジャケット。それどこで買ったっけ。これはもう大昔やな、うん、大昔にこう取ったな。ダダが作ったシュガーベル T シャツに、でパンツはディッキーズです。では今日はこんな感じで入る。お待たせしました。では行ってきます。ないぞ。今日は飽きませんね。てかこの服がマジでない。お前結構多かったけど、なんか100センチがない。あるけど120からしか出ねえな。唐揚げ食う。え、唐揚げもご飯行く。ラーメンある近く。あるよ、近くに。子供連れやる。おもちゃ買いちょうどおもちゃだ。おもちゃ買いに行く。なんかテイクアウトない。お腹減った。マクドぐらい。日本マクドしかテイクアウトないんかい。なんかないかな。なんかありませんか。味噌と食べたいな。味噌と。ないか。唐揚げは。そう。おもちゃやな。おもちゃやったら、ブックオフにパールで。そう、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 そう。おもちゃ見に行くじゃん。分かった、ほな行こう。ブックオフ行く。なんか近くの。あんで。あ、おもちゃ買いに行きまーす。まあ。子供服もあればいいな。好みのがあるかどうかやな。結構掘り出さなあかんけど、でも得意なんだよ私、子供服着ぐるの。早い。あるかしら。今日はブックオフスーパーバザールです。息子の服は大体こういうとこでビグりまくります。うん、ビグりまくります。子供はね、サイズすぐ大きくなるんで。普通にはね、いいよ。
一個だけやで。これ結構トゲトゲやで。まずこの今の季節にいいかなって思ったラグビーシャツ。ポロのラグビーシャツ。ラグビーシャツ。まあまあシンプルで今の季節1枚で着れるからさ。で、購入しました。なんぼ？これはね、結構高かったんですけど、880円でございます。今着れるんでいいんです。で、これはどこのかよくわかんないけど、可愛いんで買いました。うん、可愛いや。このひっこり柄。めっちゃ可愛いね、こことか。うん。後ろも可愛いし、ここもキーって書いて可愛い。うん、可愛い。これがですね、310円。安い。これはもうすぐ着たい、かわいい。やっぱ遊ぶときはね、長パンがいいんでね、怪我したんだから、うん。これはダダがなんかつけたリーバイスのパンツです。もうしっかりしたデニムです。これが310円、安い。税込み。今日はこんな感じでいいんじゃないでしょうか、はい、で息子も恐竜さん買えたし、よかったんじゃないでしょうか。そうやな。ではなんかもうビクドン食べて帰りたいと思います。今日はもうお腹減ったんで。ビクドンな。私もね、もう今チーズバーグディッシュの口なっとる。なってないやん。ではビクドン。スンドゥブは？スンドゥブ。子供行けやん。来ましたね。お茶見てやる。お待たせしました。このお味噌汁めっちゃ美味しいやん。久々にチーズバーグディッシュでございます。おいしい。暑いかもしらんで。暑い。美味しい。今日はこのコーラ組の高級ブラックタイガーをこれを使って、なんとエビチリを作りたいと思います。エビチリ下処理不要なので自然解凍で30分、その間にお風呂入ったりとかしていきたいと思います。やば、でっか。1個バリでかい。流水にとりあえず、え、バリでかいやん、これこのままでいいか。流水タイム。お腹すいた。父ちゃん今からエビチリ作るわ。だってだ、うっせよ。ティーあんま辛したらあかんの。なんか少ないかもしれん。あ、てか、ナンプラー入れる。ここは遠慮しとくわ。ナンプラーって細いだけじゃない。急速解凍。ブレイクタイム。混ざった。うまそう。どうでしょうか。試食してもらいます。ちょっと片栗粉入れすぎて。あざす。